ヨードレシニフェラトキシンは、一化性受容体電移バニロイド1型受容体の、強力な競合的アンタゴニストである。IRTX は、レシニフェラトキシンに由来する。IRTX は、モロッコ産のサボテン様植物、八角キリンユーフォルビアレシニーファーが生産する、レシニフェラトキシンの要素化体である。IRTX は、RTX のモイが要素化されていることから、 ゴヨードレシニフェラトキシンとも呼ばれる。IRTX が方向属球、電子置換反応によって RTX から調整される。RTX の語彙の要素化は、この毒を TRPV1 受容体アゴニストからアンタゴニストへと変化させる。TRPV1 への親和性は RTX から若干低下するだけである。RTX のように IRTX は、 ダフナン類分子に分類される。本化合物はダム素及びエタノールに可用である。IRTX の結合は温度と pH に依存することが TRPV1 を発現させた HEC293 細胞を用いた研究で示されている。最適な pH はおよそ7.8から8.0で、結合は摂氏37度までは顕著に上昇し、高温では低下する。 当初は、ヨードレシニフェラトキシンは、高い神話性を有する TRPV 一時用体の、強豪的アンタゴニストと考えられていたが、最近の研究では、特に1から 30M の高濃度においては、マウスの熱調節システムにおいて一時的な、部分アゴニスト特性があることも示されている。TRPV 一時用体は、カルシウム透化チャンネルを形成する838。 アミノ酸からなるタンパク質を高度しており、カプサイシンによって活性化されるが、有害な熱や細胞外の低 pH によっても活性化される。TRPV 一時用体は多くの中枢及び末梢神経系で発現しており、とりわけ急神性通覚経路におけるシグナル伝導においてと重要な役割を果たしている。提唱されている。 trpv1 アゴニストの作用基準は、チャネルポアのブロックである。カプサイシンや6未満の pH、熱をアゴニストとして用いた、いくつかの研究では、IRTX が、インビトロにおいて、強力な競合的 trpv1、アンタゴニストとして作用することが示されている。また、最近の研究では、マウスの熱制御系において、細胞内 GA に濃度を増加させる愛。 RTX の部分的 TRPV1、アゴニスト用効果が明らかにされている。また、インビトロにおいて、組み換え、TRPV1 に対する弱い部分的、アゴニスト活性も示す。このアゴニスト活性は、IRTX が脱要素化される代謝を受けるためであると考えられる。インビボでは、IRTX は、カプサイシン通貨試験におていて、 鎮痛活性を示す。故に、IRTX は TRPV 値が媒介する侵害及び神経性炎症反応を妨害することができる。マウスにおいて IRTX は容量依存的低体温症を誘導する。0 1モルキログラムの容量で統計的に優位な差が報告されている。最大作用は1モル キログラムの容量を投与後60分から100分で見られる。この研究では致死性は報告されていない。鎮痛剤としての IRTX の利用に関する臨床研究が行われているが、複雑な化学構造や生産にかかる高い費用、比較的好ましくない薬物動態学的特性などいくつかの欠点が言及されている。ありがとうございます。